芸術史と芸術家の違い、やはり芸術家っていうのは自分の作りたいものを表現する、芸術史は子どもたちのやりたい表現を自分の専門性を生かしてどう支えていくか、どう広げていくか。ある保育所の子どもたちが八島を指さして、八島って呪文の形に見えるんだよって教えてくれて、あ、高松にこんな大きな呪文がいるんだっていうと思いました。小木保育所に、行くことに今年からなったんですけれども、出島の子どもたちが海にはいっぱいキラキラがあるよって教えてくれて、一緒に海に行くと高松市内で見るのとはまた違ったキラキラした光が海にいっぱい広がっていて、すごく素敵な島だなと思いました。それぞれの歩幅リズムで呪文を口ずさんでみる。大切なものを見つけよう、それを探しに行こう。ある保育所の先生が、先が見えないことってこんなに人を不安にさせるのかっておっしゃられてて、人の距離とか心に蓋がされてるような、そんな時間が続いてるように保育所でも感じています。でも私たち芸術史が、答えのない時間、正解はない、答えは一つじゃないっていう時間を、いつもしている活動なんですけれども、その活動こそが今一番生かされる時じゃないかなと思っています。それぞれの歩幅リズムで呪文を口ずさんでみる。好きな